そう。で、本当にね、私もう毎日もういっぱい踊ったから、もう足が痛くてしょうがなくて、やばいって思って、昨日は入浴剤、なんかめっちゃなんか体の疲れに効くみたいな入浴剤でお風呂入って、もう寝る前にもうマッサージして湿布貼って寝たんですよ、足に。で、本当に痛くて、足が朝起きても、でもまあ治ってなくて、やばみたいな、今日2回公演なのにどうしようって思ったんだけど、公演でもめっちゃ大きく踊った。 そう、本当に今までのよりなんか大きく踊った。なんか逆になんかもう体力がこんぐらいだったから、もうやってやる、なんか逆にもうこうなった。そう、なんかめっちゃ楽しかったです、今日。めっちゃ楽しかった。楽しそうだった、よかった。そう、1回公演はねじりハーフツインだったんだけど、そう、ねじりハーフツイン、なんかハーフツインとか結構やってた、前エクゼつけた時に。でもなんか結構好評で、なんかねじりハーフツインさせていただいて、でもそれもなんかいいってめっちゃ言われて、なんでねじりハーフツインして、で夜はなんか私はハーフツインにしようとしたら、ねじりじゃなくて普通にハーフツインにしようと思ったら、ハマが「オーダー」って言って「一緒にハーフツインせえへん」みたいな言ってきたから、あ、いいよって思って、でもなんかおもろそうって。なんか結構ガチでハーフツインはやばい、なんかほんの自分ではさ、そんなやりますってなんないから、ハマが誘ってくれて、もうなんか卒業残りもう数ヶ月だからアイドルとしてみたいな やれることやってこうみたいに言ってて、で私も「だって一緒にせえへん」って言ったから「いいよ」って言ってハーフツインしたんだけど、さすがに「え？」みたいな、なんかすごい高くて位置が「え、ちょっとえ？」みたいな、「え、これで公演出るってちょっとえってやばい」って思って、でもみんなに見てほしくて、逆にね、そうだから絶対見てって思って、もう絶対見てって、なんかもうほんともう見てほしい、もうこれもうツインテールやったんだから絶対見てほしいと思って、絶対見てくださいってつぶやいたら、なんかみんな、なんか急になんか「え？」みたいな、ついにみたいな、怖い怖いみたいになっちゃって、いやもう本当すいませんって、なんか私本当に絶対見てほしくて、ツインテールを、ツインテールなんてしないじゃん、だって、だからもう絶対見てほしいと思って、絶対見てくださいってつぶやいたら、もう本当マジでもう引用リツイートとか、もう「え？」みたいな、「やばいやばい、え、30？」みたいな、「え、やばい40？」「やばいやばい60？」みたいな感じになっちゃって、「え？」と思って「やばいやばい」と思って、そう、もう本当にびっくりしちゃって、びっくりしちゃって、すごい引用されてて、なんかそうだ、びっくりしちゃって、もう本当に、まあ、みんなもびっくりしたと思うんですけども、始まってツインテールで登場した瞬間になんかみんな気づくかなって思ったんだけど、なんかすごい、なんかエリナコールがめっちゃでかくて、今日なんか すごいエリナコールがすごいでかすぎて、なんか私本当になんか、え、やばいと思って、なんか本当緊張しちゃって、そのエリナコールのでかさになんか本当にでかすぎてやばいと思って、なんか本当にするみたいな、なんか気持ちになっちゃって、なんかめっちゃ緊張して、ちょっと振りとか間違い、本当いつもミスんないところでミスったり、え、やばいって思って、え、こんな動揺してたら逆に怪しいって思って、てか動揺しちゃって、でもなんか、え、そう、ツインテールしただけなのに、そう、なんかすごい動揺しちゃって、でなんかすごい、なんかそう、メンバーとかもなんかすごい、なんか私のとこを見てくれてて、結構
なんかハマとか To Be Continued とかの時にすごい私のことすごい見守ってくれてるみたいな眼差しで、やめてやめてってすごい思ったり、なんかすごい街角のパーティーでなんかすごいひな子がすごいなんかこうやって私のことをすごい引き立ててくれたり、やめてって思って、あので、 To Be Continued の時になんかあの2番のサビが終わった後さ、2人ずつでポーズしていくじゃないですか。でポーズしてた時に私後ろ向いて、次茂木さんとズッキーがポーズなんですけど、茂木さんがなんか一回私が後ろ向いてる時にここに衝撃があったんですよ。でやばっと思ったら茂木さんがいて、えやばいと思って、なんか頑張れよみたいな、その後押し、なんかもう最後の曲だねみたいな感じの、その頑張ってねみたいな、そのそれかと思って、私本当にめっちゃ焦って、ええみたいな、なんかもうだから、でも茂木さん的には本当ぶつかっちゃっただけで本当ごめんってなってたらしいんだけど、私も本当テンパって、それでもうこうやってなられたから、えって思って、やばい、違うと思って、もう本当にそうだから、もう本当焦って、自分が一番焦ってて、本当になんか怖くて、あれえみたいな、でめっちゃ焦った、うん。そうでもあの本当にあのツインテール見てほしかったっていう、はい、高めツインテール、うん、いやメンバーにも、でも楽屋でも、えやばいってツイートしたらなんかすごい怪しまれてますみたいな感じで、みんながすごいなんかえみたいな、ファンレターとかで泣かないでねみたいな、なんかファンレターとかで泣いちゃったら意味深だからやめてねとか、なんかすごい言われて、なんかすごいなんかアドバイスくれた、なんかいろいろ、なんかだから私本当に、でもファンレターでなんかもうファンレターで泣いちゃダメない、なんかすごい、でもなんかすっごいファンレターでね、笑顔だった今日、なんかそう、なんかごめんなさい、ファンレターですっごい笑っちゃなんか笑顔だった気がする、笑顔でした、うん、うん、そう、でもすっごいエリナコールとかでかくて、うん、なんかすごいツインテールしただけだけど、すごいなんか動揺しちゃって、自分が一番なんかすいませんっていうね、はい、そう思ってからもう一度オンデマ見たい、だって私も今日のオンデマ早く見たい、本当に、自分の周りの人全員お代理のカラーリウムサイリウム売ってたね、あねとかで分かんないけど、あの本当にね、でもファンの方も結構来てくれてた、私の嬉しかった、お振り向けばそこにパオーン、クマタワーありがとう、じゃあみんなでお礼言いましょう、振り向けばそこにパオーン、ありがクマタワー、ありがとうございます、ありがとうございます、抱きしめられたの時のツインはどうしてたのだって、抱きしめられたの時はあの帽子かぶるから帽子で押さえつけてました、ここ付け根を、だから普通に下ろしてるみたいな感じになった、劇場の後ろでもうちは見えるめっちゃ、なんで次にしたの、浜ちゃんです、でも今日本当に楽しかった公演、なんか
しかったです、そう、昨日はねカウントダウン TV でどうしても君が好きで初披露だったんですけど、どうですか竹林は、竹林どうでした、竹林どうだった、めちゃくちゃ良かった、だって意図良き、良かった良かった、生い茂ってました、竹林最高、竹林神、いい竹林でした、だってバッチクリンでした、奥行きが素晴らしいと思いました、竹林素敵でした、竹林映えてた、だって幻想的でした、いい竹林だった、ああありがとう、竹林でねまさかの初披露だって、まあ、予想してなくて、竹林で踊らせて、歌って踊らせていただきました、そう竹林初披露、衣装は毎回本当に変わるの、そうなんです、そうみたい、なんか今回は、昨日は衣装見た、昨日の衣装めっちゃ可愛かったよね、私あれめっちゃお気に入りなんだけどね、めっちゃお気に入りだった、いやでもなんか毎回あのどうしても君が好きだを披露するときは衣装変えるって言ってました、そうでも私舞台とか4月あるからもしかしたらちょっと出れない歌番組選抜に選んでいただいたけど出ないやつもあるかもしれないので、ちょっと毎回毎回ちょっと大切に、毎回衣装違うからね、なんかちょっと楽しんでいこうかなって思います、でもなんか AKB の新曲いいってめっちゃツイッターとかでめっちゃ見たんですね昨日、でも本当にいっぱいつぶやいてもらってて、新曲良すぎとか振りが揃ってるとかめっちゃなんかコメントがめっちゃあって、 AKB ファンじゃない方々にもなんかすごい刺さってるのかなと思ってめっちゃ嬉しくて、この曲をもっとなんか良さを伝えていきたいなってめっちゃ思いました、曲調好きすぎるだってね、そうあれ本当に仮歌がマジでマイヘアイズバットだったんですよ、もげさんが今日 MC で言ってたんですけどバンドっぽかったみたいな、でも本当にマイヘアイズバットなんかっぽくて、あの人突然あのなんとかあれ人突然心の中に秘密だいとか急になんか喋り出しちゃうとことか、私が一応好きなバンドマイヘアイズバットっていうバンドがいるんですけど、さんがいるんですけど、もう本当マジでマイヘアイズバットだと思ってどうしても君がみたいな、なんか急になんか喋り出しちゃうとことか本当にマイヘアイズバットさんみたいで。びっくりしました、そうで私は目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのかってところを歌ってます、あとあの T シャツになりたいところです、曲始まり顔殴りそうだって、私がさあの振り付けの時に顔殴ったのどこだったっけな、どこで自分の顔殴っちゃったんだろう、どこだろう、目の前の愛しさにこっかな、確かに歌自分の歌わりんところで、でも私本当レッスン中に振りを教わった時に自分の顔を手でバンって殴っちゃってコンタクトが取れたってまぶたにから血が出てきたんですよ、ここからあの衝撃で、で その時の振り自分の歌いだ、多分目の前の愛しさに立ち止まること、多分ここの振りだと思うの時に多分パーンって当たっちゃったんだと思う、そう
だからみんなも気をつけてください。あの振り、振り起こしするって時にはその振りの時結構気をつけてもらえたらよくいいなと思います。だからね、もう5日間くらいめっちゃ染みました。なんか化粧水とかメイク落としとかめっちゃすごい染みた、明日はプレミアムミュージックに出演します。あのフライングゲットで、ぜひ皆さん見てください。明日は音楽番組でございます。楽しみにしている。ぜひぜひ新曲もやってほしいね。新曲もやるのかと思ったらフライングゲットでした。竹林寒かったよ、めっちゃ。私ね、お腹出してたんかな、もう出てないかな、お腹。竹林本物です。橋本恵梨子ちゃんは涼しかったって言ってました。だって、え、寒かった。私竹林って響きいいで、そう、竹林って言いたくなるよね。なんか竹林って可愛い。竹林あんな綺麗な場所初めて知ったね。私も栃木に竹林があるの初めて知った。なんか今日本当になんか私ボケてて、今日帰りにお母さんと喋ってて、今日ってパパもう帰ってきてんのって聞いたら、もう寝てるよって言われて、えっと思ったの。はみたいな、早くないと思って、私なんかね、早くないって言ったんだけど、私朝のなんかまださ朝の気分なんですよ今。普通にただ10時とかじゃん、お父さん寝てるって普通やん。え、早くないとかって言って、そう、やばい、職業病だ。握手会行くんですけど何話していいかわからないだって。握手会、私握手するんですかね。握手会、お話し会かな。お話し会は何でもいいよ、何でも答えれます。支払い終了しました。あ、そう、お話し会ね、支払いが今日までなのかな。あの現金何かね、なんかあのか分かんないけど、あのあれ、あのねちょっとすいません、あのコンビニは今日までかな。第3次もありそうだよね。なんかでもなんかわかんないけど、3次なんか第2なんだ、再犯じゃん、なんか再犯も
すぐあるのかな。来週は第3次かな、だって。すごいみんな詳しい。怒涛の再販ですね。月またいでほしいだって。4月になってからにしてほしいってこと。お話し会ツインテールで頼むだって。ツインテールみんな好きなん。でもなんか今日はさ、珍しいから一生に一度みたいなもんだから、そうみんなさめっちゃ褒めてくれるけど、お話し会ツインテールとか見たい。一生に一度だよ、あんな高さのツインテール。だから絶対見てほしかったんだよ。ガチで。ハマちゃん嬉しそうだった。ハマね、可愛いよね。明日は音楽番組見てね。エリちゃんの話からおソロの髪型で挑みたい。おお、じゃあなんかするときはこの髪型今日してますって言うね。でもなんか事前に言うのさ、あんまなんかネタバレが嫌いなんですよ私。なんか匂わせとネタバレが、そうだからあんまそういうのしないけど、まあ、知ってみるわ。うん、テレテレ、野球見た？見てない。なんかこのこれもよく分かんなかった。なんかなんだっけ、ホットペッパーみたいな、ホットペッパーみたいなやつも、あのあペッパーミル、ペッパーミル、ペッパーミルも分かんなかったよく。ペッパーミルってわかんない、よく。あのさ、でもあの村上さん、今日なんかすごい楽屋で市川真由美さんがすっごいテンション上がってて、なんか野球見てたんだけど、すごいなんか村上さんが打ったみたいな。なんかそう、村上さんって村神様でしょ、流行語の去年の。それは一致しました。あの村神様は、あと大谷選手は本当もう分かってる。大谷選手はお強い方だって分かってる。そう、あとね、知ってるのは佐々木朗希さん、読み方ちょっと分かんないんですけど、その人もなんか有名ですよね。なんか
ぐらいかな今そんだ あとダルビッシュさん、ダルビッシュさんぐらいかな、わかるの今出てる人たちで、うん、ヌートバーさんはなんか聞いたことあるようなっていう、なんかトレンドでちょっと見たかもみたいな感じかな、うん、ヌートバーさん、ヌートバー、ヌートバー、ヌートバーかな、ヌートバー、ヌートバーってこと、ヌートバー2人、1人、そうだ、後で調べてみます。すごいみんな詳しいね、コメント早いやって、それな、野球早いんよマジで、野球になるとあの本当にコメント欄早いマジで、でコスメの話したら遅くなる、で将棋の時も早くなる、うん、野球は9人でやりますよね、それはわかります、コスメの話してみてやって、昨日メイクアップフォーエバーのね、あのもう先週買ったんですよ、メイクアップフォーエバーのあのパウダーをね落として割っちゃったんですよ、まだ新品なのに、しかも高いんですよ、めっちゃショックすぎて、買ったばっかり新品なのにマジでショックすぎて、本番前に思んないだって、いや思んないって面白い話じゃないから、これあの事実エピソードね、それいやおもろいとかあのじゃなくてあの、あの普通にエピソード、はい、あのめっちゃショックすぎて、えもうなえた本当に、話変えてだって、なんでそっちに合わせなきゃいけないんですか、えこれ私の一人しゃべりですよね、あのえなんで、えなんで話変えて、え話題変えなさいだって、え怖い、過激派、野球の話に戻していいだって、え勝手にじゃあどうぞあの全然チャットみたいにしてくれていいんで、野球の話全然あのみんなで野球の話して、私はコスメの話続けるんで、あの皆さんはあのこのチャットみたいに野球の話とか語ってみてくださいよ、はい、うん、ぜひぜひ、うん、コスメおもんないだって、いやいやちょっと待ってよ、おもんないって、別におもろいと思って話してないし、はあ、なんし、
もう23時だよ、だって今日終わっちゃうね、だって終わっちゃうよ。ひど、待って、コスメアンチやばい。コスメなんてこの世からなくなればいいのに、だって怖怖すぎ。コスメアンチ何があった、普通に大丈夫ですか心配なんですけど怖。そんなに野球好きですか、うん、まつげ上げてキープできるおすすめ方法ありますか。なんかあのキャンメイクのまつげ下地、まあ、まずビューラーでめっちゃちゃんと上げてキャンメイクの下地を塗って乾かしてからオペラのマスカラ塗るとめっちゃいいです。落ちない、全然。だって私これほら全然落ちてないでしょ、上がったまんまなの。おすすめです。うん、なんか昔はまつげ下地を塗った後に乾かさずにそのまんまマスカラしてたんだけど、乾かさないと意味ないです。うん、おすすめのコンシーラーはなんか使う場所によっておすすめ変わりますね。私はディオールのあのチップのコンシーラー、あの普通に有名なやつコンシーラーも持ってますけど、最近はもうコスメデコルテの4色ついてるやつ、クマがねすごいんですよ。そのオレンジ1回塗ってから白いコンシーラー塗るとクマが消えるので、そのコスメデコルテの高いんですけど、そのコンシーラーおすすめです。クマ消したい、わかる。でも最近の毎日メイクのポイント、クマをとにかく消す。なんかクマをちゃんと消そうって意識してメイクするようになったら、なんかオンデマンドとかの写りとかも良くなった気がする。うん、あとあの化粧下地とファンデーション変えたんだけど、めっちゃいい、変えてよかったって思った。コメ欄おっそおっそ、いやさっきと比べたら本当に速度落ちた。コスメはやっぱ、うん、明日あったかいらしいで嬉しい。みんな話に聞き入ってるだけ、そっか嬉しい。乾燥しやすいから乾燥しないようにしないとって、いやでも逆になんかニキビとかがやばいって顔に3つぐらい一気にできたら一回乾燥させます、肌を。なんか多分油分とかでニキビって育っちゃうのかなって思ったんですよ。なんか私めっちゃニキビがねすごい出るできてたん、去年の今頃。もう本当に顔がニキビだらけで、なんでって思ったの。今までそんなニキビとかあんまできたことなかったのに、急に1個の顔に急に5個とか出現するようになって、めっちゃね嫌だったんだけど、嫌すぎてすっごいいろいろ塗ってたの顔に。もう化粧水とかもクリームとかもう、ま、全部塗ってニキビケアのものいっぱい塗ってたの。でも逆にそれでもね全然治んなくて、なんでと思って、もうほんとやだと思って、でもなんかある時になんかもう諦めたの全部を、もういいやと思って、もう化粧水だけでいいやと思って
寝たらなんか次の日良くなってて、えっと思って、なんか乾燥させた方がなんかいいのかなと思って、それからも乳液とか塗らずに化粧水しか塗らなかったね。そしたらどんどん治ってった肌が。そう、えっと思って、そう、なんかあんまいろいろ頑張って塗ってて、私本当に頑張りすぎちゃってたんだって思って、そうだからもう化粧水だけにしてわざと肌を乾燥させるの。そしたらね、どんどん治ってた、普通に参考になりましたって。そう、参考にして、これてててて、俺も水だけだって。いや、もっていうか、もう水、え化粧水じゃなくて水でいけるんだ。え、なんか痛くないか、なんか、え、水強ない肌、俺も水だって。え、すごい、え、強ない肌、すごいすごいすごい、すごっ、俺も水だって、水っしょってきた。え、すごい、水で締める、だって締まんないで、締まるんだ、すごい。麺なのってきた、すごい。え、水で締める、締まるんだ、すごい。痛くない？逆に水でさ、締めた後さ、なんか顔痛いとかなんない？化粧水おすすめかも。でも分かんない、人それぞれだからね、肌ってみんな一人一人違うから、まあ、つけない方がいいとか、まあ、人それぞれだから。うん、みんな違ってみんないい。お便りの結論はいつも人それぞれ。そうじゃない、人それぞれじゃない、もう人それぞれなんですよ、この世のすべて、マジで。みんな違ってみんないい、うん、自分の意見を押し付け合わない、多様性、多様性の時代です。ゆきりんさんのコスメ興味あるよ、絶対買うよ。エリもらいますってか買います、普通に絶対買う。でコスメ好きなんですよ、こう見えて本当に本当に好きなの、あの買います。いや、いただけるんだったらいただきますけど、全体全然買います。サッシーさんのコンタクトも使ってます。なんかカラコンってあんまつけたことないから、なんかカラコンはつけてみたいと思いがあったんですよ。でもなんか指原さんのコンタクトがめっちゃいいってメンバーとかでもよく使ってる人いたり、なんかいいみたいに言ったから、カラコン、指原さんのカラコン買ってみて、たまに昔つけてました。
で、そうコスメ好きなんですよ。てててんてて、僕もカルコンつけた方がいいかなって、いや、まあ、好きに、お好きに。ション人のほぼすっぴんから進化してんですね。そうです、私 AKB に入るまでメイクしたことがなかったんですよ、マジで。そうメイクをしたことなかったの、もうここまでメイクできるようになりました。うん、本当にしたことなかった、嘘つけ、本当に本当ガチで。高校生になってもメイクとかしたことなかったし、服とかもめっちゃもう何でもよかった、着るので、髪もマジで安い、もう1000円カットとかでも切ってたし、でも本当に興味なくて、なんかその見た目をよく見せたいとかなくて、そう、最近はちゃんとめっちゃ気使ってますよ、メイクもめっちゃ。前はねメイクとかほんとマジ15分ぐらいで終わってたんだけど、最近マジでもう時間かけてる、メイク30分とかかな、30分、まあ、でも30分ぐらい時間かけてます。最近はあのファンデーションを塗るのを頑張ってる。なんか昔はもうほんとポンポンポンって適当に塗るんだけど、やっぱすぐ崩れちゃうのが悩みだったんですけど、最近ちゃんともう崩れないようにもう初めから頑張って塗るのを頑張ってる。そう、まずもうほんと丁寧にファンデーションを塗っていくっていう、それが一番最近は時間かけてますね。うん、ねえ、米遅とか言わないでよ。どういう配信がお望みも。建築もメイクも下地が大事ってことですね。そうです。最近はめっちゃ頑張ってますメイク。じゃあそろそろ配信終わろうかな。もう1時間ぐらいやったんじゃない今日。好きになるでその衝動は。じゃあそろそろ終わろうかな。では皆さん配信見てくれてありがとうございました。皆さんではね、おランキングを見たいと思います。いきます。
13位翔太と大理石かたん、12位直樹、11位ひとくまさとる、10位コメン先生、9位くまティ、8位くるりん、7位若石あとおだし、6位ソニーあとおだし、5位マーあとおだし、4位みほ、3位みやちゃん、2位オンオ、そして1位は振り向けばそこにパオン。ありがとう皆さん、見てくれてありがとうございます。ということで、また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。